つまり引かないで、引かないでただ足上げて前に行っちゃうっていう。すげえ力いる。うん。俺は下手だ。タイミングが分かってない。そんなに上げてないですよね。前足は。直線で上げるね。うん、で、うん、あ、分かんない。いい足上げるときにもうブレーキ離してるね。ああ、そうかもしれない。そうだね。うん、足上げるときにブレーキを離すのか、足上げる前に離してるのか、完全バランス。あ、ごめんなさい、前に頭の中でそれ認知してないですけど、割とついてくる感じの感じですね。あの、あ、分かった、やった、先に離すんだ、うん、先に離して足上げてるんだ、だから軽いんだ。ほら、走って足上げてる。走って足上げてる。走行中に。いや、多分それ漕ぎながら前に出てるんだと思うんだけど。うん、最初の一発で小さく漕いで、走って走りながら足を上げてここだと思って漕いでる。オッケー。キープでスタンディングしてるんだよ、今。そう。で、ちょっと漕いで走ってたら、もう足上げるんだ。あ、近い。そうそうそう、そんな感じ。近い、近い。イメージ的にそんな感じ。そうそう。うん、近いわ。ハンドルまっすぐにする時間がない。ホッピング時間がない。うん。そう。あー、やるな。そうだよね。それがないと現実的じゃないね。入って飛べばいいんだけど、うんうん、多分ここでこう飛んで上に飛んでる。そう、前に飛びたい。そうで、そうなっちゃうんで、で中に入って飛べば沿ってフレームに沿って飛ぶ、うん、そう。 OK、 ありがとう。それも後で再生しよう。車体から離れないようにすればいいんだ。なんだ、ちょっと狭かったな。ごめんなさい、さっきを多分下に入ると多分俺もさっき当たったから多分当たるなと思って。ああ。室内のエアコン完備がいいのかな。要はさ、人間の空中軌道をリアルに動かせてないんだよね。あの、なんて一本調子なんだな俺。その面に合わす、角度に合わすっていうことが大事なんだ。さっきは言ったんですけど、今やってみてそうじゃねえなと思って、さっ
さっき下から入ってこうだっつったんですけど、多分それだと多分じゃあ上から下前、そうそう、僕もビアここに当たったから、うん、そしたら多分飛ぶ方向がヘッドヘッドって結構前に入ってグッと飛ぶ、傾斜と同じ方向に飛ぶ、上後ろの上から一回寄って前に、うん、そうそうそう、じゃあ分かろうか、これ、あ、今楽そうだね、うん、これ練習してねえな、俺欠落した、多分それをやろうとすると多分上に飛んで、うん、押し出しみたいになっちゃうんですね、うんうん、で、前浮きの、そうそうそう、ケツ残り。いや、残ってこうなって。なってるね。上から下前。ペダル下げよう。うん。上から下前。あ、そう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 。あ、全然いいっす。さっきよりいいわ。全然いいっす。ありがとう。いやー勉強だな。ただそれでも今ちょっと最後フロントが浮き気味になったんで。見たいね。見たいね、うん、押しすぎだよね。そう。もっと最後の押しに頼らずに、うん、そこま、最初の押しをもっと強くしたいね。で最後までそこまで押し切るつもりだったら、もっと前に入れば多分そこまでついていける。あ、はい。先の移動量の方が大事だよ。体で押してから手で押す。そう。体で押すが足りてないんだ。体が行ったとこまでしか自転車行かないじゃないですか。そうですね。うん。ちょっと押しちゃったな。これは癖だな。うん。そう、多分そこの最後はもう癖なんだろうな。こうなりたいのは多分。まあでも、全然良くなった、うん。もうちょっと、反復練習を。ただあれで傾斜がきつくなると多分こう上がってくるのが、ね、多分きつくなるんで。浮くよね。ペンキじゃないんだね、これ。ベトベトやん。うん。手についてんの？これ塗ると滑んなくなるの？砂が入ってるからね、くっついててくれれば。はあ。それって、どんなところに使う建築部用のものなの？これは大体モルタルだよね。モルタルの表面に塗るもの？そうそうそう。本当は、コテとかでこう、ああ模様つけたりするんだけど。ああ。これいつの品物の名前は？ジョリパッド？で、ベトベトで何、樹脂接着剤みたいに、あ、そうそう、樹脂が入ってるから固まんの、そう、割と肉厚で固まってくれるっていうのかな、うん、ありがとう。じゃあ腐り始めた木も少し延命措置って思ってた。なるほど。普通の塗料だとほら肉がつかないから。そうだね。そんな厚塗りをする前提のものなんかねえよね、うん、これ塊として使うもんなんだね。として、うん、だからモルタルのように。で、まあでもパターンつけて3ミリ以上つけるって書いてあるから。あ、あのほら扇形にカッコがついてるようなやつか。あ、そう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 。あれの元？元。はい。あ、本当だ。みるみるなんかドロッと固まり始めてね。なるほど。ありがとうございます。でも大丈夫。俺そこ登れないから。だよね。でもほら、滑んなくなればやる気になるかもしれないし。いや、誘うんじゃねえよ。騙すんじゃねえよ。タテシナはこういうのもいっぱいあったからさ。違う違う違う。もっと低いから。タテシナのは地面じゃ。これができればタテシナはもう。バカ野郎。そういうこと？まあそういうことだな。あの人バール好きだな。あ、浮いた。え？抜けた。
ちょっとなまってんじゃないの？いや、俺はなまってんじゃなくて年老いてんだよ。だから最大出力が出ないようにリミッターかかってんだ。こっちで抜きます。抜けるのかな？多分抜けるとは思う。繊維の、ああ全然。あ、そっかそっか、乗っかってるだけね。で、これをあそこに抜けます。これをあそこにスワッピングで。うん、お、足元どっちが出る？中村さん作品。寺井くん持ち込みによる滑り止め塗装が施されました。とっても効果的です。パレットの天面のグリップが悪くて困ってたんですが、非常に効果的です。上がれない理由が見当たりません。ここたっぷりだね。あ、ここまだ乾いてない。ここも塗ってくれました。ここも塗ってくれました。ここはパパが塗りました。で、面積は小さいんで、塗れないかなと思ってたんですけど、このパレットがとても滑るってんで、一応塗ってみました。剥がれたら剥がれたでしょうがないです。あとは、ここですね。このパレットもグリップしなくて困ってたんですが、重要な部分に滑り止め塗装が施されました。あ、そうだ。クジラの尻尾もだ。あ、でもこれ木新品にしてから塗ればいいんだよな。はい、出ました。立ってます。あ、誰か、砂利入れてくれた。あ、ここも塗ってくれた。かわいい色に、塗装がされました。某奥様のお仕事でございます。なかなかこれを使える人、小さなオブジェなんですけども、逆にこれに乗れる人が少なく、ぜひ、利用を増やしていただけたらな、そんな風に思います。この辺のかわいいのも、某奥様の手によるペイントです。かわいいです。